まあ、欠点というかね、まあ、そういうのがありますんでね。はい。これも2ですよね。ベアナックル2ですよね。あれ？ディスカートリッジハズビン。これ多分プレイできないってことか。アメリカ。キャントビー。あー。これどうやら無理みたいですね。まあたまにそこはこういうのもありますからね。無理な時もね。はい。まあできないのはしょうがないです。っていうことは、これおそらく、トルブルミニでやった方がいいってことですね。トルブルミニ2でね。おそらくやった方がいいってことです。では、よくストレートファイターはでもプレイできましたね。これね、ストレートファイターオブレイジね。これで、ファイナルファイトできるんかな？ファイナルファイトオブレイジは。これ。これはどうなのかな？これはプレイできるかな？ああ、これもできない。そうなんや。っていうことは、あれですね。トルブルミニじゃ無理ってことですね。じゃ、昨日やっといてよかったですね。トルブルミニでこれ。じゃあ逆に考えると、スト2の方がよくできたなって感じですね。これで。ねえ、不思議ですけどね。しかもスト2、トルブルミニの方は誤って消してしまったから、これでしかもうプレイするチャンスなかったんですけど、でもプレイできたからよかったですね。これでできなかったらもう、プレイするの諦めないときゃしょうがなかったんですけどね。はい。で、今日はね、ちょっとファミコンのダブルドラゴンの発行ロムをもう一回ちょっとリベンジしたいなと思ってまして。はい。ダブルドラゴン昨日この間やりましたけど、これですね。はい。これのちょっとね、リベンジやろうかなと思ってます。はい。これですね。チャック。これですね。これは普通のダブルドラゴンだと思いますね。なんで普通のが入ってるのかよくわかんないですけど。まあ多分発行ロムなんでしょうけども、ちょっと違うとこあるんでしょうけどね。もしかしたら。こっちやりたいと思いますね。これ。はい。これちょっとね、もう一回ちょっとチャレンジって、挑戦ね。はい。もう一回やると感じですね。はい。またこれテレビあと3分で切れるんだ。あ、そうか、ムチ切れたのか。あ、まだか。はい、オッケー。はい、オッケー。まあ、本当はね、これやると経験値稼げないからあんまり良くないんですけど、まあでもこれ最強にすぐなれるバージョンなんで。あれ、アブはちゃんと倒した方が経験値稼げますからね。これもハックログなんで、どんどんレベル上がっていくタイプのやつなので。
どんどん上がってくるんですよね。ありえないですけどね。まあ、ハッコロムですから。強いんですけどね、あれこれハッコロムだからね、早く倒せるよというか、敵が弱くなってんのかこっちが強くなりすぎてるかわからないですけど、はい、あれ、あ、そうか、あれや、テレビが切れたんや、もうびっくりするな、はいはい、ポーズ遅いとよかった。まあ一回ここでクイックセーブ遅いでもいいけどね。うん、はい、あ、しまった、食らってもたまたまね、あれダメージ大きいですからね、あれナイフダメージ食らったらなるべくナイフ食らわない方がいいんですよ。これが使えるんですよね、これ。最強の肘打ちが。これいったら一発で倒せますからね。ないな。でもまあこれ次のシーンに行けば、あー、やばい、やられる、あー、くそ、次のシーンとか行けば回復するんで、うまくいけば、あー、でも死んどるかな、これ。こっからか、でもこっからだからまだよかったけど、これね、次のシーンに行ったら回復するんですよね、一文とか減ってても。ちょっと惜しかったな、今の残機は痛かったな、一気死んだのは。ナイフ食らったのが痛かったね。あれ食らわなかったらだいぶ違ったんやけど。はい。はい。これ入るんですよ。で、この時に回復するんですよね。もし減ってたら。次のシーンにやった時に。はい。あ、しまった。この曲もいいですよね。あー、しまった、何すんねん。あー、でも助かった、助かったな。ちょっとこうワープというかショートカットできましたね。あー、食らっとるかな、おい。今食らわんようにね、ジャンプしたのに。入れるんやったっけ？入れないな。あ、そうか。今のところは、やっぱちゃんと行かないかんのやね。ショートカットじゃなくて、敵倒したところで、あー、しまった。敵倒したところで、こういうとこ入れるとこあるんですよね。そこ入った月のシーン行けるんですけど、今の場合落ちてしまったから、ダメだったんですよね。
かんな。ここちょっとパターンがわからん。前回やった時ちょっと悔しかったんでね、もう一回リベンジしてるんですけど、こうやってね、行かなきゃいかんのですよね、ちゃんと。ここに入らなきゃいけないんですよ。はい。これ倒してね。まあ、ボスみたいなもんですけど、こいつ。これでここ入るんですよね。じゃあ次のとこ、ここ行けるんですよ。もっと強いんですけどね、こいつら。あ、でも強いか。強いな、でもそれでも。強いな。これ落ちてもいいらしいんですよね、ここは。ノーダメージなんですよ、これしかも。で、ここで落ちて死んだんですよね、この間やったときね。ここで落ちたら死んだんですよ。あー、またや！なんでやろうなぁ。むずいな、ここなんか知らんけど。なんかね、ジャンプするタイミングは分かってるんですけど、なぜか落ちちゃうんですよね、これ。ちょっとむずいんですかね、これ。なんで？なんで二つ目ジャンプできないんやろ。なんかジャンプボタン押してるけど、ちゃんとならないんですよ。ちょっと押さなあかんのかな、ここで。あ、またや、もう。なんでやねえ。ちょっとここでクイックセーブしよう。ちょっともうこれでね、言語になったら話にならないから。残り3機しかないからね。ほら、ここなんかむずいんですよね、あそこ、ここ。はい。やっと行けました。ここもまあ別に落ちてもいいんですけど。これ、これだ、ノーダメージですから、これ自体は。これめっちゃ強いやつですよね。でも一発で倒せるんですよ。普通はめっちゃ強いんですけどね。はい。これ、ハックロムだからですね。これ普通に戦ったら絶対強いと思いますからね。これ入れるんやったっけ？あ、入れるわ。あ、そうそう、これね、さっき進みましたね。はい。こいつらこれでもいいや、普通と。こいつら弱いからな。普通に戦ってもいいよ。いくらでも出てくるのか、こいつら。妙に強いな、なんか知らんけど。いくらでも出てくるんや、これ。上行かないと。これ、近道があるんですけど、ちょっとわかんないから、そのまま行きますけどね。ファミコン芸人藤田さんはね、ショートカットして、なんかうまいことジャンプして行ってましたけど、わかんないから、僕は。そのままやりますけど。ここ入るんだな、この一番下の。ここに入るんか。あ、ここで終わりか。はい。で、ここは最後の。つまり、今までが3面だったんですよね。こっから4面です。はい。ここ最終面ですね。初めてですよ、プレイするの、最終面。ここでセーブしとくか。はい。これセーブしときましょう。あ、死んでもうた。そのまま行った方がいいですね、これね。うん。余計はないから。あ、死ぬわ、でも。そっか、ジャンプしていくのか、これ。こうやって。で、ちょっとでも当たらんように、ジャンプで、ね。全部食らっとるかな、これ。こうやって行くんでしょうね。こうやって行くんですよね。あ、やばい。ここでクイックセーブしよう。何勝やったからね。
やばい。やばいやばい。普通でこんな簡単に倒せない。ああ、くそ。ああ、そうか。最後の残機やったんか、今の。じゃあ、クイックセーブしない方が、しない方がよかったね。最後の残機でクイックセーブしてしまってるからやん。しまったなー。しかもナイフはきついからね。ナイフ投げてこないな。よし、投げてきた。はい、倒した。もうひとまとないやん。でここで、これですね。こういくんですね。これ無視できんぞ、これ、確か。はい。やばい、ああ、やられた。くそー。これ最後の一機ってのは痛いなぁ。しまったなぁ。ここでだからもうどれだけダメージ受けないかよね。うわ、あんな減るんや、ナイフ食らったら。こんなナイフのやつおるんや。終わった。あかんなー、むずいなー。これナイフのところなん、ここをねノーダメージで倒すことできたらクイックセーブした方がいいですね、これ。ここでクイックセーブするか。ここで避けたから。はい。そういう感じでやるしかないですね。もうこまめにクイックセーブするというか。あ、食らってるな、でもそれでも。あかん、ダメージ受けてるやん。まあ、だいぶマシやね。これでだいぶ避けてるから、うん。そっか、一気で、残りの一気でクイックセーブしたのが痛かったな。判断ミスですね。クイックセーブの使い方間違うとね、こうなるから。はい。取り返しのつかんことになるから。強えな、ザコも。妙に強えな、ザコ。回復ポイントでね、来たらいいんですけどね。全開回復ポイント。一つのシーンクリアすれば回復できたりするから。あかん。きついな。あかん。肘打ちが。あかん。やばい。やばいやばい。やられる。もう一しかないけど。ここ入ればいいかな。あ、これで回復で。ああ、よかった。ここでクイックセーブしよう。全回復してくれますからね、次のシーン行けば。ここ確か一番ね、端の一番上行けばいいんですよね、確か。違ったかな。そうすれば最終面行けるというか。やばいやばいやばい。こんなところで食らってる場合じゃないんですよ。うわ、強い。うわ、やばい。ああ。リロード。これでまたね、クイックセーブを間違えてしちゃったらやばいんですよね。これ進むごとにクイックセーブするかな。その方がいいな。ちょっとでも進んだら。その方がいいわ。で、ここでクイックセーブしよう。そうすればね、いけるでしょう。せこいけど、しょうがない。
もう残機1機しかないんやから。なるべくこいつら無視して。登ってくるんかい、こいつら。ああ落ちるんや、これ。これセーブしたらまずいんですよね。間違えてね。おいおい、食らっとんな、おい。やっぱこの辺の敵になるともう、パンチの連打がすごいね。これジャンプしなあかんとこだよな、ここはな。あいつ来ないからいいや。これ下降りるんか？で、これ乗るんやね。こういうことやね。あれ、登らない。あ、登った。ここは最後だったと思うんですよね。ここ入ったら。あ、まだまだや。ちょっと待って、もう敵出てくんない、偉い。これ、上登れないもんな、これ。いくらでも出てくんな、こいつら。ここ乗るんやね、これ。ここ乗るってことやね。ここやね。ここは敵出ないな。リフトが怖いな、これな。ここですよね。ここで終わりやんね。ここが最後ですね。全開するんで、体力も。ここでセーブします。最後の面はこの曲なんですよ。あ、そりゃ、めっちゃ強いなぁ。パンチの連打は半端ないもんな。ただヒットポイントがそんな減らないんですよね。まだいるんかい。で、ここは最後ですね。このシーンが。ここいっぱい敵出てくるんですけど。やばい、やばい。でもね、これ、ハックロムだから、敵すぐ死ぬんですよ。だからうまくやればクリアできそうなんですよね。ナイフは気をつけなきゃいけない。はい。でもこれナイフこっちも拾えるんですよね。このシーンだけ。拾えるんですよ、これ。ああ、そうか、消えるんか。まあ、こいつは弱いからいいや、こいつらは。はい。はい、あ、やばいやばい、ちょっと待って、もう。はい。こいつらも弱い。はい、終わり。で、こいつがいるんですよね。これが怖いですよね、これ。ああ、惜しい。ああ、でも、倒せたけど。これがラスボスですね。これラスボスです。こいつはどうかな？ハックロムの方はどんな感じなのかな？ああ、倒せた。クリアしました。ありえないんですけどね。あれ、もっと50発ぐらい当てなあかんらしいんですよ。あれ、本当は。まあ、これ、ハックロムだからクリアできたんですよ。まあ、一応ね、自力じゃないんですけど、かなり卑怯なクリアですけどね。まあ、ちょっとまあ、ハックロムを楽しむ意味でのクリアになりますんで。はい。でも、よかったです。一応。目標達成できたんで、まあ、ちゃんとしたクリアじゃないですけど、ハックロムなんでね。あれ、最後のボスは、兄弟のね、ジミー・リーなのかな？ビリーかちょっとどっちかわからないんですけど、ダブルドラゴン1は、二人同時プレイできないので、一応あれ、痛恨キャラが ラスボスになってるんですけど、このファミコン版だけね。はい。なんとか倒しました。ラスボスが痛恨の、だから兄弟なんですけどね。はい。いや、すごいですね。これ B モードはハックロムの方どうなってんのかな？あ、そうか。同じですね。これどうしても同キャラになっちゃうんですけどね。はい。
本当はね、あの最後のボス50発ぐらい当てないと倒せないらしいんですよ。ありえないんですよ、だから。これはできないですよね、あれはね。まあ普通に対戦モードなんでね、これ。はい。全然あれ。こんな感じですよ。じゃあ終わりますね。このゲーム終わりにします。これですね。あれ？ちょっと待って。クローズか。クローズしてもらった。これこっちにしなあかんね。はい。あとまあ4分ぐらいですね。はい。